そらです。皆さんちゃんと揃ってますか？念のために転校しますね。リアーナさん、なんか声がすごい汚い。黒幕たぬきち、たぬき開発めっちゃでかい会社だからな。どう考えても皆さんには寝る場所の確保をお願いする。今回はテントを用意させてもらった。いいよそういうの、立派な家に住みたい。立派な家にテントかよ。無人島でテント暮らし絶対危ないよな。猛獣とかいたらどうするんだろう。はい、テント、この辺とか。え、水場が近すぎてダメダメ。ここならいけるんだ。わかんないしね、考えても。やったぜ。はい、立ててきたよ。テント張り終わった。はい、まだ場所を探してると思う。2人を探せばいいんだな。ハンターは確か、そうです、それです。すん、はいはいはい、探してあげる。好感度アップ。近場でいいんじゃないかと思うんだよね。この辺でいいんじゃないの。でここにする。ちょっと派手だな、リアーナのテント。 OK、 テント張ったよ。テント張るのって結構大変なんだよな。主人公偉いね。あ、ちゃちゃ丸、よろしく。いや、俺が張る、俺が張る。ちゃちゃ丸って男女どっち？任せろ。男の子だと思うんだよな。ピエン顔してるけど、こことかでいっか。まあ、近場でちょっと住む場所を固まっていこう。もし夜に猛獣に襲われたりした時に力を合わせて対峙する。タヌキチとかが襲ってくる可能性もあるしな。はい、お、キャンプハイヤー、はいはいはい、現地調達ね。え、タヌキチなんか喋ってるだけで何も働かないんだけど。はいはいはい、なんだなんだなんだ、雑草までしまってない？雑草じゃん、いらないでしょ。ちょっとしまわないでくれ、雑草は。あ、売れるの雑草。え、じゃあ雑草だけ売って家建てようかな俺。全ての金策を全部雑草。はい、集めてきました。ありがとうございます。タヌキチ本当に太ってるな。オレンジって自生してんのかな、野生に。もしかしてキャンプの材料オレンジだけ？肉とかあるよね、肉。でもさ、この世界ってさ、羊とかさ、もしかしてちゃちゃ丸具材。この世界って肉食べないのかな、もしかして。だってさ、あれじゃん、動物意志があるじゃん、ちゃんと喋るじゃん動物。ってことはさ、肉食べれない。あ、ビジネスなんだやっぱり。移住パッケージとか言いながらビジネスに参加させられて、その作業員としてこう連れてこられたってこと？もうよかった、考えといてあらかじめ。粒豆、たぬき、ワイルド。はい、異色のネーミングセンス。はい、お、全員満場一致じゃないか。オッケーオッケー、ワンダ島でみんな、やっぱりあれだね、テント立ててみんなに媚び売っといたからな。町長ですね、町長任せてちょうだい。え、でも何食べるのかが気になる。動物の森って食料ある？ちょっとちゃちゃ丸、火に入ってみる。あ、馬刺しってあれ、たぬき鍋戻っちゃった。まあいいや。キャンプ用のベッド、葉っぱにしか見えなかったわ。準備中で散らかってる。本当かな、なんか怪しいもんあるんじゃないの。だってたぬき開発さ、お、ランプ、なんだ、あ、ラジオ。おお、なんかマッサージとか受ける時のやつじゃないのこれ。ちょ、サイズがな、毛布もないし。お、知ってる、なんだっけ、時計。お、いや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 、タヌキチにめっちゃ指図されてるけど、誰にも指図されない生活、果たしてタヌキチに指図されずに俺生きていけるのだろうか。
まだ夜じゃね？え、一日寝てたの？あの狭いベッドで。はい。お、iPhone。ちょっと古い方の8ぐらいかな、iPhone。すげえ。ははは。経費ケチったんじゃねえか、たぬきち。たぬきちの会社、スマホとかまで開発してるってこと？は？おい、嘘だろ。あろうかと？マイル？ふんふんふん。でもポイント貯まっても飛行機代はまたお金かかるんじゃないんですか？うん。お得なのか何なのか全然わかんないや。怖え怖え。ゾクゾクしてきた。気づいたらリボ払いみたいな感じで、なんかいくら払ってもいくら払ってもなんか利子返しきれないでどんどん膨れ上がっていって、気づいたらなんか地下で肉体労働とかさせられるんじゃないの。強制的に契約させられたんだけど、みんなダメだよ。なんかよくわかんない契約書にサインしちゃう。お、はいはいはい、島内放送。お、飛行場。飛行場内のカウンターでは郵便のサービス。すごいな。母食べてもよし、浮いてもよし。母何、植物なの？おお、いろいろくれる。分かった、宝鐘石でしょ。ガチャ回せるんでしょこれで。大体知ってるよ。 OK。 服って着替えられんのかな。あ、これ服脱いでいったらみんなどんな反応するんだろう。なんか反応してくれんのかな。夜だね。あ、そうか、現実世界とリンクしてるから夜なんだ。そういうことか。あ、ちゃちゃまる夜なのに釣りしてる。あ、魚はでも食べるんだね。魚は意思がないんだ。魚も喋って食べないでくれって言ってたらちょっとやだもんな。うわ、すごい、なんか急にここだけ近代的。はいはいはい。おお、飛行場。堂々エアラインズ。これはさすがにあれなんだ、タヌキチの会社ではないんだ。200ベルもない。200ベルっていくらよ。でもさ、家とかで5万円ぐらいだったでしょ、いろいろもろもろパッケージで。200ベルって結構大金なのでは。タヌキマイレージ、はい。フライトの特典マイル500マイル。あれ、いくら？ 5,000 マイルで家建つって言ってたっけ。結構すぐじゃない？じゃあ 5,000 マイル。もしかしてタヌキチ意外と悪どいやつではないのか。おお、すごい、似顔絵の旗。たっす。おお、ちっちゃい石は取れるんだ。これでタヌキチ投げつけよう、この石を。タヌキチ、あ、なんか入れるようになってる。はい、マムキチくれるんだ。買い物してもらえる？DIY ね、流行りの。何でも作ろう。木の枝もうあるんじゃない？しょぼい釣り竿。しょぼい釣り竿か。しょぼい釣り竿。壊れたら作り直さなきゃいけないってことか。タヌキチさん。もうさん付けだよ。もうさん付けさせられてる。ATM ある。嘘だろ。タヌポート ?ATM。うわ、ゼロだ。もうすべてを失ってきたんだろうな、この主人公は。元ニート、あり得る。ああ、あれか、なんか、無職の人のなんか、就職プログラムなのかな、もしかして。ゴミも引き取ってくれんの？有料で。さっそう。え、高い。パチンコ。パチンコ？パチプロ？パチプロに根ざせる？こんな島で。いけ。